怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる？その前に、なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると達川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを喋るつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです、桐生の兄貴。達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア街のマフィア、西洋界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか？で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、達川はそんなことをするような男だったのか？ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。桐生さん、なぜ達川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか？私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大花ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった、それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、
お会いできて光栄でした、キリュウさん。神言派が東城会と中国マフィアの抗争を陰で煽っているなんて話を聞いたが、彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で抗争を煽ってるなんてのは言いがかりです、とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。